はようございます。元バンディット 400V です。2024年10月26日土曜日7時24分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。曇ってますけども雨は降らないところです。気温は20度ちょっと切るぐらいですかね。18度とか19度ぐらいかと思います。とりあえずまだメッシュ系の服装で走ってます。グローブだけ革グローブにしてますけども、まあ、ジャケットとか、シューズはメッシュの風が通るやつで走ってますけども、特にまだ寒いっていう感じはしないですね。まあ、10月の末なんで、もうそろそろメッシュはきついかなと思ったんですけども、まあ、なんとか今日は寒いと感じず、走ることができてます。多分先週は休んだのかな。雨か道路状況の絡みで走ってなかったという感じですね。今日ちょっとお話したいこといっぱいありすぎて、何からどう話せばいいかあれなんですけども、まあ、この週末、10月26、27ですか、横浜かなりいろんなイベントが、開催されてて、まあ、イベントでてんこ盛りになっているような状況なんですが、まあ、自分その中でも何個か参加するやつがあるんで、ちょっと順番に話していきたいんですけども、はい。右手に見えてるのが看板もありますけども、横浜アリーナ夕方ここで、イベントがあるんで、それに参加します。楽しみですね。年に1回のお祭り恒例のアイナイのオールナイトニッポンのラジオのイベント、歌謡祭っていうのが毎年この時期やってまして、それが今日、16時半からかな、開催されます。まず今日26日なんですが、先ほど新横浜の駅前通ってきまして、ちょっと動画にも入れたと思うんですが、入れたと思うか、この後入れるか、ちょっと順番どこに入れるかあれなんですけども、横浜アリーナっていうこの、場所がありまして、イベント会場ですね。まあ、そこでラジオのイベント、ナインティナインのオールナイトニッポン、歌謡祭っていうのが毎年、やってるんですけども、まあ、元々はナイナイのカラオケ大会みたいな感じでどうもやってたみたいなんですけども、私も途中から参加なんで、一番初めの頃の状況よく分からないんですが、最近は結構大物アーティスト、ゲストに呼んで、まあ、しっかり歌を聴いてもらうというのともありながら、まあ、一応メインは、まあ、ナイナイの2人が、まあ、歌を歌って、まあ、あとは芸人呼んで、ちょっとお笑いの要素も入れながらというような感じですね。結構チケットが値段しますね。1万円弱したかな。全席同じ値段っていうのは、どうなのかなとは思うんですけども、まあ高いから行かないっていうんじゃなくても、リスナーは値段関係なく今参加してるのかなと思います。で、あとは今日からで言うと、もうそろそろだと思うんですけども、海外ではメジャーリーグがワールドシリーズ、今日からですね、かなり盛り上がってるみたいで、日本の報道もそっちの方が、メインでやってるかなということなんですけども、日本のプロ野球も今日から日本シリーズが始まります。第1戦と第2戦、6戦7戦が、セリーグの勝者の、横浜スタジアムでやりますと。で、
3、4、5戦はパリーグの優勝チームの、ボックスの福岡、みずほペイペイドーム福岡っていうんですかね、正式名称は、まあ、そういうスタジアムで、試合になります。で、まあ、ここでも何回かお話してるんですけども、あの DeNA ベイスターズのファンクラブに入ってまして、まあ、ずっとっていうか 4,5 年かな、ま、前から応援してるんですけども、今回、クライマックスシリーズは3位だったんで、全部、相手のチームだったんですが、なんとか勝ち上がりましたと。で、横浜スタジアムでパブリックビューイングっていうので、センタービジョンに、まあ、中継を移して、みんなで応援しましょうっていうやつもあったんですけども、まあ、全部の試合はいけなかったんですが、ファーストステージは第2戦目ですね、甲子園でやってましたけども、1勝0敗で、第2戦目に見に行きまして、まあ、それで結構大量得点で勝って2連勝で、ファイナルに進出したと。でその後はシーズン優勝したジャイアンツですね、読売のホームスタジアム、東京ドームで、6試合ですね、ジャイアンツがアドバンテージ1勝から始まるんですけども、こちらは全部で、4試合かな、4試合観戦しました。6戦まで行ったんですけども、3連勝してあと1勝で、勝ちというところまで行ったんですけども、その後に2連敗して、まあ、最後の最後に第6戦で、まあ、逆転でなんとかしのいで勝ったと。で、日本シリーズ進出と。やっぱりそのなんだろう、ファーストステージを突破した時もすごく盛り上がったんですが、第6戦ですね、日本シリーズ進出決めた時のハマスターはすごかったね、喉が痛くなるぐらい声出した感じがあります。それぐらい盛り上がりましたね。まあ、初めちょっと2点取られた時にはかなり静かになっちゃったんですが、まあ、なんとか最後に勝ちきれてよかったなと。で試合、日本シリーズの試合観戦に関しては、今日は先ほど言った通り横浜アリーナでイベントがあってそれに出るんで、まあ、同じ時間かぶってるんでね、ちょっと野球観戦は初めからチケット申し込みはやらないで、第2戦以降ですね、いろんなサイトに抽選申し込みなんですけども申し込みしました。で、最終的には2、3、4、5、7かな、後ろの6試合のうち5試合ですね、なんとか抽選に当たってチケットを取ることができましたと。なんで明日は、ハマスタで、応援しますと。で来週火水木は福岡のペイペイドームですね、福岡まで遠征して、応援してくることにしています。であと試合があれば最終戦ですね、第7戦岡山スタジアムで観戦すると。で福岡は1回だけですね、ペイペイドームは行ったことあります。3年前かな、2年前、オールスターのチケットがたまたま当たって、そこで1回だけ見に行ったことがあります。やっぱり屋根あり球場っていうのは憧れますよね、天候に関係なく試合できるんでね。で野球に関してはそんなところかな。であともう一個ですね、明日、横浜でイベントあるのが、あと横浜マラソンっていうのが明日、10月27日の朝ですね、開催されます。見えてますかね、横断歩道にある横断幕、コース規制、横浜マラソンで、規制されますと、明日ですね。
で、それにもエントリーしてまして、フルマラソンとかハーフじゃなくって、みなとみらい7キロランっていう短い距離のコースがあるんですけども、それにエントリーしてるんで、朝8時半だったかな、9時かなスタート、それにちょっと参加して汗かいて、で、夜はハマスターで、野球観戦するということで、かなり2日間、詰め詰めでちょっとイベントに参加するということで、大変なんですけども、楽しみでもあるかなと。横浜がいろいろ大変だっていうのは、そういうイベントがあって、で明日はゆずがライブするとか、そういう音楽系のイベントもなんかいろいろあるみたいですね。ゆずは、K アリーナかな、だったと思います。他にもなんか、別のところで、なんかイベントがあるみたいですね。別に横浜に限ったことじゃなくて、土日なんで、日本中いろんなところで、イベントはあると思うんですけども、横浜は特に大きなイベントがこの2日間に集中してますということですね。あとは、選挙ですか。明日は、衆議院議員の総選挙と最高裁裁判所の信任投票ですか。がありますと。選挙について言うと、何だろう、日本人の記憶力をちゃんとここで発揮しないとダメなのかなっていうには思いますね。とにかくその悪いことあっても、日本人って忘れがちかなという思いもあって、やっぱりその過去にちゃんと何があったかっていうのを思い出してもらって、まずはそこからですよね。どこに投票するか人それぞれ観点っていうか考えがあると思うんですけども、はい、ぐらぐら話してきましたが、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。